はい、皆さんこんにちは、こんばんは、山木和樹です。今日はですね、皆さんの悩みの種の一つかもしれませんけれど、サックスのリードの話をしてみたいと思います。まずその前に、自分が使っているリードについて皆さんどれぐらい知っていますか？今世の中にはですね、たくさんのリードが、売られています。大きく分けて2つ、1つは、昔からあるんですけれども、アシという植物でできたリード、それからもう1つはプラスチック製のリードです。これ最近すごく出回っているようです。ちなみに山木はですね、このアシのリードを使って演奏しています。まあ、どっちが、いいとかどっちが悪いっていうことを言いたいわけではなくて、いろんなものがあるので、実際、いろいろ試して、吹き比べをすることを僕はおすすめしたいと思っています。足でできたリードにはですね、2つのタイプが、世の中に出ています。一つはですね、クラシック奏者や、まあ、吹奏楽をやっている人がおそらく多く使っているであろうリードに、フレンチカットのリードというものがあります。はい、リードをご用意してみました。こちら、まあ、テナーサックスのリードなんですけれども、左側にあるもの、これがですね、フレンチカット、それから右側にあるものがアメリカンカットです。皆さんこれ見たらわかりますよね。リードのカットの仕方が違っているんです。カットの仕方が違うというと、じゃあ何が変わってくるかというとですね、実際リードの振動する面積、これがまず大きく変わってきます。リードの振動する面積が変わるということは、それは音にも影響しているということです。はい、今見ていただいた2種類のリードですが、自分はこの2種類とも、リードを使っています。まあ、自分の使い方としてはですね、マウスピースの開きが大きいものには、アメリカンカットのリードをつけてます。反対に開きの狭いマウスピースにはフレンチカットのリードをつけて演奏しています。なぜこのように使い分けをしているかというと、得られる音色っていうのが変わってきます。皆さんが今使っているマウスピース、それから今つけているリードで、自分の思い描いている音、思い描いている音色が鳴らせているでしょうか。演奏上の例えばタンギングのしやすさだったり、高音域がしっかり太い音で出る、それから低音域が、豊かで太くて、それからピアノでもちゃんと音が出るっていうリードに今なっていますか？たくさん売られているので、いろいろ試してみてほしいなと。一番ベストな組み合わせをぜひぜひ、探し当ててほしいなって僕は思います。それでは今日の動画をこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。 Twitter、TikTok やってます。ぜひフォローしてください。 TikTok では演奏動画も上げてるので、ぜひ見てくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。